渚駅前にて、御嶽交通株式会社は、長野県中心地方のバス会社。主に、木礎地区の路線バスを運行している。本社は、木礎郡木礎町。営業所は、木礎福島、渚、矢部原の3カ所。運行エリアは、自宅運行を含め、木礎郡木礎町、大滝村、木礎村、上松町、渚町、大桑村、及び、岐阜県中津川市。 また以前基礎群であった旧奈良川村村内には高速路線のバス停だけが存在する。過疎化などによる乗客の減少から路線維持が困難となり、路線廃止や自治体譲渡が進められる。下記遺憾路線以外に大桑村が運行する桑ちゃんバスの運行も受託。基礎福島新宿線遺憾路線自主運行を廃止、自治体へ遺憾された路線。 基礎村コミュニティバス2006年4月より基礎村コミュニティバスに移管された路線大滝村 A バス2006年6月より大滝村 A バスに移管された路線詳細は当該記事を参照基礎町生活交通システム2006年6月より基礎町生活交通システムに移管された路線詳細は当該記事を参照 渚町新交通システム2007年4月より、渚町新交通システムへ移管された路線。上松町コミュニティバス2007年7月より、上松町コミュニティバスに移管された路線。詳細は当該記事を参照。廃止路線。ありがとうございます。